はい、こんにちは、ヤスです。タケです。今回は、無心っていう境地について話していきたいと思います。武道をやってる人だったら、一回は、無心っていう言葉を聞いたことがあると思うんですよ。ただ、その無心って何かっていうと、まあ、心をなくすか、無になる、みたいな、漠然としたイメージだけを持ってる人が多いと思うんですよね。いろんな、例えば武道の先生とかでも、多分よくわかってないで言ってる人多いと思うんですよね。ってことで、今回は無心って何かっていうことについて話していきたいと思います。無心になることの目的って、もともと何なのかっていうことなんですけど、これはもともと剣から来てるんですけど、無心になることで、相手の動きを読むっていうことが無心の目的なんですよ。で、どういうことかっていうと、自分がこうしよう、こうしよう。例えば自分が叩こうとか、蹴ろうとか、これを蹴ろうとか叩こうとかって思う心っていうのは、相手に読まれて対処されやすいんですよ。それに、そう思う心があるってことは、逆に相手の攻撃が見えない。相手の行動を全然見てないっていう風になるんですよね。相手のことを見ることと自分の我っていうのは、一つのくくりっていうか、になっていて、こう、自分が我が出れば出るほど相手のことは分かんなくなるし、自分がなくなればなくなるほど相手のことが見えるっていう、こうなんか一つのこの、グラフっていうか、こうになってるんですよ。だから、まあ、こっち、我が9だったら相手の見えるのは1だし、みたいな。自分が3だったら相手の動きは7見えるしっていうことになってるんですね。だから、自分がこうしてやろうとか、例えばまあ素人とかよく、この野郎ってこう、こうやってこう殴ろうとしたら、これって、相手にはこっち打ちますって、もうだいぶ前から教えてるし、その時は俺が行くぞ行くぞってなってることで、相手のことなんて全然見てないんですよ。もう自分がこうしてやるっていう気持ちがいっぱいだから、だから相手からしたらすごい対処しやすいと思うんですよね。この我習っていうか、この、我って書いて、我と、その相手の攻撃を、相手を見るっていうことの、その相手の見るっていうことをマックスにするのが無心っていうんですよね。自分は、相手を映す鏡でしかない。っていう状態。それが無心なんですよ。すると、相手の攻撃は手に取るようにわかるから、負けることはないっていう、まあ、理想論っちゃ理想論だけど、まあ、それが無心の境地っていうことなんですよね。野牛進化下流とか、まあ、進化下流とかって聞いたことあると思うんですけど、その影の、まず意味っていうのが、相手の影、相手が動く前にも変わる。まあ、僕がいつも動画で言ってる線の線の捉えるのと同じなんですけど、相手の動く前の動作、動く前の気配みたいなのを察知する。それをこう影っていう風に表して、進化下流とかっていう風に言われてるんですよ。だからそれはすごい、だから、剣術の命をかけた世界でも大事にされていたことで、相手の攻撃を事前に察知するっていうのはそれだけ重要ってことなんですよね。僕も武道において一番重要なことは何ですかって聞かれた時に、多分その相手の影を追うこと、誰が相手であっても線の線を取れるように事前に察知する能力、それが一番大事だって僕は言う、今だったら言うし、多分これから先もそれは変わらないと思いますね。だから無心になるっていうのは自分がこうしてやろうとか、この怒りとか、そういう感情論とかも持ち出さないで、ただただ、自分は何も思わず、相手がどうするかっていうことだけを見る。っていうことなんですよね。それが無心。武道における無心。で、それによって、相手の動きを裁くっていうことなんですよね。無心になるっていうのは、だから、なんて言うんだろう。全部なくそう、心はなくそう、何も考えないみたいな状態だって思ってる人多いんですけど、そうじゃなくて、相手の動き以外のことは全く考えない。相手が、どう動こうとしてるかっていうことに集中できるように、我を捨てるっていうことですね。っていうことが、まあ、無心ってことです。ちょっとな、同じこと何回も言う気がするけど。っていうことで、まあ、無心についての解説でした。ちょっと、なんか分かりづらいかったかもしれないですけど、まあ、ちょっと今回動きなかったんですけど、今回これで終わります。ありがとうございました。